皆様こんにちは。今回は Android のお財布携帯機能をロックする方法を解説させていただきます。お財布携帯はフェリカを搭載する Android などで利用できるモバイル決済機能です。基本的には Android のスリープや画面ロックの解除は不要で、お店の決済端末と Android のフェリカ部分をタッチするだけで瞬時に決済を行うことができます。しかしその性質上、例えば電子マネー支払いに対応している自動販売機などの電子マネー決済部分に誤って触れてしまい決済が行われてしまう可能性もあったり、 Android を他の人に貸した際に勝手に利用される可能性もあるなどのリスクがあります。そんな時にお財布携帯機能をロックすることが可能です。お財布携帯機能のロックは、フェリカにパスワードロックをかけるNFC お財布携帯ロックをオンにすることで行うことができます。この NFC お財布携帯ロックは、フェリカと NFC の読み取りと書き込み機能にパスワードロックをかけるため、誤ってお財布携帯が使用されてしまうことを防ぐほか、他の人に Android を貸した時などに勝手にお財布携帯を利用されなくします。NFC お財布携帯ロックは Android の NFC お財布携帯設定に格納されています。また NFC とも連動しているので、フェリカだけでなく NFC 機能もオフになり、またもちろんフェリカを利用する Android Pay もロックされます。ちなみにその下のリーダーライター P2P は NFC のみのオンオフスイッチとなるため、たとえオフにしたとしてもフェリカはオフにならず、お財布携帯は有効となったままとなるのでご注意ください。以上、 Android のお財布携帯機能をロックする方法の解説でした。